夢です。こんにちは。今日はレノボのアイデアパッドスリム170を紹介します。最近のパソコンは高性能だけど価格が高い。軽くて持ち運びやすいノートパソコンが欲しいけど、性能とバランスが取れている製品を見つけるのは難しいと思っている方は多いのではないでしょうか。特に初めてのパソコンを買う人には本当に重要な問題ですよね。アイデアパッドスリム170はパフォーマンスと携帯性を求める人にぴったり、オフィスワークにスムーズに対応でき、洗練なビジュアルが楽しめ、5万円台のコスパの良さが魅力のノートパソコンです。この動画ではアイデアパッドスリム170のパフォーマンステスト、バッテリー駆動時間、実際にアプリケーションを使用した時のパフォーマンス状況、ゲームの操作感を紹介します。複数のアプリを同時に立ち上げた時のマルチタスクのパフォーマンスを紹介します。アイデアパッドスリム170がどれだけお仕事ができるのかが分かります。アイデアパッドスリム170のスペックが気になる方はぜひ最後まで見てください。このチャンネルではパソコンとガジェットのレビュー、使い方のヒントなどを発信しています。プロダクトとしての美しさと実際の使用感をお伝えしています。チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いします。それではスターティッド。まずアイデアパッドスリム170がどんなパソコンかお伝えします。レノボにはシンクパッドシリーズのようなビジネス向けモデルやレギオンシリーズのようなゲーミングモデルがあります。アイデアパッドスリムシリーズは日常仕様に最適化されたスタイリッシュで軽量なノートパソコンです。このシリーズは学生からオフィス兼のビジネス、自宅用としても最適に使えます。書類を作成したり、インターネットを見たり、映画や音楽などのエンターテインメントが楽しめます。コストパフォーマンスの良さがポイントのノートパソコンです。スリムな厚みと約 1.38kg の軽量ボディは女性がギリギリ片手で持ち運べるレベルです。大きさは A4 ノートより少しだけ大きいです。クラウドグレーとサンドの2色のカラーバリエーションがあり、スタイルに合わせて選べます。今回はクラウドグレーのモデルをご紹介します。パール感のあるクラウドグレーは光の当たり方で表情が変わる綺麗なボディです。金地がしっかりとして、開閉に安定感があるしっかりとしたボディです。サンドは、こちらの動画で紹介しています。次に、アイデアパッドスリム170のスペックを見ていきましょう。アイデアパッドスリム170は、パスマック公式のベンチマークが9553。この数値は、日常の作業から中程度の負荷のタスクに十分対応できることを示しています。シネベンチというベンチマークソフトウェアで、計測しました。ベンチマークは、パソコンやスマートフォンを選ぶ際に非常に重要な数値です。具体的な数字でどれほどの速さや能力を持っているのかを評価します。ベンチマークスコアが高ければ高いほど多くのタスクを素早くこなせます。自分のニーズに合った最適な製品を選ぶのに欠かせない情報です。レノボのパソコンには Windows 10以降、レノボバンテージというアプリケーションが導入されています。レノボバンテージはパソコンのメンテナンスや電源、パフォーマンスを管理できるアプリケーションです。電源の設定には、反速度を調整したり、システムパフォーマンス、バッテリーの駆動時間を調整する3つのモードがあります。今回は、エクストリームパフォーマンスと、バッテリーの駆動時間を調整する、インテリジェントクーリングの2つのモードで測ってみました。シネベンチのベンチマークテストでは、以下の結果です。映像編集や、軽い 3D 作業にも対応できるパフォーマンスです。3D マークのナイトレイトスコアでのテスト結果を見てみましょう。ナイトレイトスコアは、グラフィックス面での性能を測ります。この結果は、簡単なゲームや動画視聴、グラフィックデザインなどの作業に対応できることを示しています。日常から、中程度の負荷のタスクに対応できる、バランスの取れたパソコンです。メモリは、8GB。オフィス系の作業であれば、複数のタブを表示できます。アイデアパッドスリム170の、SSD のパフォーマンスを、クリスタルディスクマックでテストしてみました。これはパソコンの読み書き速度を示す点数です。多くの小さなファイルを頻繁に扱う作業にも適しています。例えば、ビデオ編集やデータベース作業でも安心して使用できます。バッテリーを見ていきましょう。公式サイトのバッテリー使用時間は最大約12時間です。約12時間は
作業をあまりしない状態での時間です。アプリケーションの使用具合により変わります。どれぐらい変わるのか見ていきます。バッテリー 100% の状態です。省電力の設定をしていきます。詳細を確認するにはバッテリーマークをクリック、エネルギーに関する推奨事項をクリック、項目にチェックを入れます。バッテリー節約機能をオンにして98% のバッテリーで11時間33分使用できる表示になりました。外出先でも電源を気にせずに使用できます。次にアプリケーションのパフォーマンスを見てみましょう。データ処理が重そうな作業でパフォーマンスを確認していきます。 Adobe のイラストレーターでのパフォーマンスを見ていきましょう。 AI 機能でイラストを自動で作成する時のパフォーマンスを見てみましょう。まず AI 機能のプロンプトに今回は自転車に乗るパンダと入力します。イラストを作成する方法はこちらの動画で紹介しています。問題なく作業できました。動画編集作業のパフォーマンスを見てみましょう。 Adobe のプレミアムプロでの動画編集作業です。サクサク作業できています。プレミアムプロで一番データを大きく動かすのが動画の書き出しであるレンダリングです。いくつかの動画を結合させる作業です。 YouTube に動画を上げるには動画を規格に合わせる必要があります。レンダリングでは規格に合わせて動画のデータを結合します。ご覧いただいているのはレンダリングの作業画面です。5分の動画、4本と音楽を合わせたレンダリングは約10分でした。タスクマネージャーでレンダリング中のパフォーマンスを確認すると CPU が MAX ですがレンダリングできました。今度はゲームをプレイしてみましょう。ここでモンスターハンターアイズという人気ゲームをしてみます。グラフィックの設定は中にしています。人物が走っている時などは問題なく表示できています。激しく戦っている時に時々画面が飛ぶようなカクつきがありました。マルチタスクの能力を実際に見てみましょう。まずインターネットで情報を調べます。ウェブサイトをサクサクとページを飛んでみれます。次に PDF 資料をスクロールします。この PDF はページ数が多くデータ量も大きいです。データ量の多い PDF を滑らかにスクロールできています。この資料からワードにテキストや画像を貼り付けてみましょう。テキストをコピーしてワードに貼り付けます。画像をコピーして貼り付けます。ワードでの文章入力もスムーズに行えます。パフォーマンスに影響を与えることなく複数の作業を同時に行えます。タスクマネージャーのシステムのパフォーマンスをチェックしても全く問題がありません。 IdeaPad Slim 170はいくつものことを同時に言ってもスムーズに動く優れた能力を持っています。インターフェースを見ていきましょう。多様なインターフェースがありあらゆるニーズに応えます。 Type-C ポートはデータ転送できます。USB Type-A もあります。外部ディスプレイを接続するための HDMI ポートも搭載。プレゼンテーションや映画視聴に便利です。 SD カードリーダーは外部メディアへのデータ転送に非常に便利。写真や動画の取り込みが簡単にできます。そしてマイクロフォンとヘッドホンの両方に対応するコンボジャックもあります。これ一つで通話も音楽もクリアなサウンドで楽しめます。 Wi-Fi6 対応で高速なインターネット接続を実現。Bluetooth も搭載し、様々な周辺機器とのワイヤレス接続が可能です。IdeaPad Slim 170には、ドルビーオーディオが搭載されています。音楽も楽しめます。キーボードを見てみましょう。柔らかなタッチ感と適切なキー感覚は、長時間の作業でも快適です。コンパクトなタッチパッドがあり、マウスなしでも操作できます。キーボードの上部分には、電源ボタンがあります。この位置の電源ボタンは、サイドのボタンと違い、不意に電源が入ってしまうことがありません。誤って電源ボタンを押してバッテリーを消費してしまうことがありません。次にプライバシーシャッター付きカメラ。プライバシーシャッターはカメラについている小さなカバーで使っていない時にカメラを隠せます。使いたい時だけプライバシーシャッターを開けられ安心してカメラを使えます。ディスプレイはフル HD IPS 液晶です。
鮮明でクリアな映像を楽しめるのがメリットです。映画鑑賞や写真を見るとき、そして文書作業においても細部まで鮮やかに表現されます。 IPS 液晶は広い視野角を実現し、どの角度から見ても色の変化が少ないので複数人での画面共有にも適しています。さらに光沢なしのディスプレイは直射日光下や明るい場所での使用時に映り込みを抑え、快適に見えます。 IdeaPad Slim 170はオフィス系の作業がきちんとでき、鮮明なディスプレイで約5万円台というコスパの良さが魅力です。概要欄に IdeaPad Slim 170の公式ページに行けるレビュー記事のリンクを貼っています。使い勝手が良い IdeaPad Slim 170が気になる方はぜひチェックしてみてください。この動画が少しでもお役に立てたなら、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタン、チャンネル登録が本当とても励みになります。このチャンネルではパソコンとガジェットのレビュー、使い方のヒントなどを発信しています。パソコンのこんなパフォーマンスが知りたいなど、コメントもくれるととても嬉しいです。皆さん、次回の動画でお会いしましょう。